今回は、おもん様、水神さんの蛇、消えた友人、キイチ、という話を紹介します。ではどうぞ。母方のおばあちゃんが去年亡くなった。97歳の大往生だった。事情があって、私は中学を卒業するまで、おばあちゃんに育てられたから。おばあちゃんとはたくさんの思い出がある。中でも印象深いのは、おばあちゃんがよく話してくれた昔話の数々。地域に伝わる古いお話らしいけど、子供向けの、桃太郎、とか、金太郎、みたいな物語じゃなくて、ちょっと怖いお話が多かったからよく覚えてる。お話ごとに登場人物とか出来事は違うのに、どの話も共通して、舞台となる集落の特徴が同じだったし、必ず、おもん様、という存在が登場していた。集落の特徴は以下、住民の名字は6種類しかない。6つの親族、その6親族が、人体のように集落内に配置されている。それぞれ頭、両手、両足、心臓。おばあちゃんは、右腕の家にジャジャ馬がいて、という話し方をしてた。頭、の場所には大きな屋敷。そこに住む親族は地主の家系。心臓、の場所は寺。そこに住む親族は住職の家系。年に一度お祭りがある。おもん様の誕生日、10年に一度にはもっと大きなお祭りがあって、その日におもん様は代替わりする。おもんから草、という植物が、集落いっぱいに生えている。おもん様については以下、集落の守り神で、おもん様は女の人。おもん様の魂は、普段は屋敷にあって、祭りの時に集落に降りてくる。おもんから草が大好物。食べるらしい。その他、集落の特徴は以下、子供がいたずらすると大人は、おもん様のところに連れて行くぞ。と叱る。子供の頃から日常的に飲酒する。朝ごはんの時に飲む。出来がいい子は男女問わず寺で勉強させ、いずれは集落の外に出て立派な仕事ができる。具体的に何の仕事なのかはわからない。集落の人々が、盗み、誤、死、貫通などの犯罪を犯すと、制裁としてひどい目に遭う。男の人の場合は、お、んちんをちょん切られる。女の人の場合は子供を産めない体にされる。おばあちゃんは、下腹を壊されて、女じゃなくなる、と言っていて、それが怖かった。小さい頃はあまり疑問も持たずに、聞いてただけだったけど、中学に入った頃には、話の展開に疑問を持つようになって、おばあちゃんにいろいろ聞くようになった。おもん様って誰？おもんから草ってどんなの？その集落はどこ？子供はお酒飲んじゃダメじゃないの？などなど。するとおばあちゃんは、集落が人体として形成される、きっかけになった話をしてくれた。これがすごく強烈な話だった。おもん様は海の向こうから来た。それはそれは美しい女の人だった。でも美しいのは見た目だけで、集落の人々を奴隷のように扱う冷酷な人だった。夫と共に集落の人々を容赦なく虐待、圧政し、言うことを聞かせていた。そしてある植物を集落中に植えさせ、そこから酒を作り、自分は飲んで遊んで暮らした。この植物がおもんから草だった。この酒はとても美味しいと評判で、近隣の集落にもよく売れた。だが富を独り占めしたのは、おもん様の親族だけで。酒で得た利益をもとに、集落を見下ろす高台に大きな屋敷を作り、貧しい集落の人々を支配し続けた。ところがある日、おもん様の夫が集落の娘と浮気をした。おもん様は怒り狂い、夫と娘が酒を飲んでいる現場に踏み込んで、娘を捕らえ、娘の腕を切り落とした。しかし酒のせいで朦朧としていた娘は、暴れもせずぼーっとしている。怒りが収まらないおもん様は、娘のもう一方の腕や両足を次々に切り落とした。ここでおもん様は娘をこ、すかと思いきや、両手両足を切り落としても痛がらず生きている娘に、逆に興味を持った。両手両足を切られてもまだ生きている。いつまで生きるだろう？と。そこでおもん様は、両手両足を切り落とした姿のまま、娘を生かしておいた。酒を飲ますと痛がらないということは、わかっていたので、酒が切れると泣き叫ぶ娘を笑いながら、何年も酒を飲ませて生かして、娘をおもちゃにして喜んでいた。だが10年後に娘が死んだので、おもん様は新しいおもちゃを手に入れるべく、夫に気に入った娘を選ばせ、自分も気に入った少年を選んでは、次々に両手両足を切り落とし、そのままの姿で生かしておく、という遊びを続けた。この頃には、もう夫の方がおもん様を、恐れるようになっていたので、せめてとばかりに集落の中央に寺を作り、捨てられていた手足のない少年や娘の胴体を供養し、残りの両手両足は、寺にある胴体にとって手足の配置となるように、四方に分けて埋めた。そしてその上に集落の人々を分けて住まわせ、供養を続けるように命じたという。
この話の胸クソ悪いところは、非道を繰り返してきたおもん様やその親族に、何の報いもないところだった。おばあちゃんによると、おもん様は天寿を全うし、満足して死んだそうだ。しかも残った夫が、おもん様が死んだことで、集落の人々から報復が来るのではと考え、おもん様の頭部を屋敷に保存し、祈祷師に頼んで呪いをかけた。その結果、おもん様の頭部は腐ることなく、いつまでも美しいままだったので、集落の人々はさらに怯えたという。その上、寺の心臓と四方の手足を、おもん様の頭がいつでも好きに操れるように、それぞれを道で繋いで整備した。そうしてこの集落は、おもん様の頭に操られる、かわいそうな心臓と手足という、人体、になった。この話を聞いた時は中学生だったから、さすがに創作でしょ、と思ったものの、そんな昔話があるってことにショックを受けた。昔話といえば、てっきり完全凶悪だと思っていたから、おまけにちょっとゾッとしたのは、おもんから草はどんな植物かと、おばあちゃんに聞いたら、あれだよ、と庭に植えられてる大きな植え込みを指さした。細長いユリカアサガオみたいな白い花が、垂れ下がって咲いている植物だった。我が家では、おもんから草、という名前しかないから、正式名称はわからない。朝鮮アサガオか？その集落はもうないよと言って、おばあちゃんはそれ以上は教えてくれなかった。私も怖くなって、それ以上は聞かなかった。以上です。長々と失礼しました。ググってみたら朝鮮アサガオだった。ありがとう。麻薬だったのか、おばあちゃんが詳しく話さなかった理由が、わかった気がする。地元に、水神さん、と呼ばれている場所がある。私は母からそう聞いたし、母は祖父母や曾祖母から聞いたという場所だ。これは、その場所に初めて行った時の話。私がまだ小学生だった時、親戚や家族と共に、家から離れた山まで山菜採りに行った。子供の私と二人のいとこは奥には入らず、道路脇に停めた車が見える範囲で遊んでいた。その頃、私は綺麗な石を探すのが大好きだった。砂の中の石英の粒を集めたり、青緑色の石、縞模様の入った石などを拾っては、大事に集めていた。その時も山へと向かう未舗装の道を、少しずつ移動しながら、綺麗な石を探していた私は、ふと、開けた場所があることに気づいた。何もない荒れ地に、バラバラと草が生えているだけの場所だ。ここはいい石が見つかりそうだと入っていくと、橋の方に古びた小さなお社のようなものがある。まだ幼く、それが何なのかははっきりとはわからなかった。ボロボロの木でできたミニお家があるなぁ、くらいの感覚だったと思う。気になって、さらに近づこうとした時、足元で何かが動いた。視線を落とした私は悲鳴を上げた。リアルに悲鳴を上げることなんて、めったにないからか、妙にしっかり記憶している。そこにいたのは生まれて初めて見る本物の蛇。今にしてみれば小さい、可愛らしい蛇だ。けれどその時はとても恐ろしく、ヒャーと声を上げてしまっていた。飛びずさって逃げたつもりが、力が入らず転んだほどだ。腰を抜かすとはこのことか、と思ったのも、また妙によく覚えている。蛇は私をじーっと見ていた。体の色は白っぽく、茶色や黒っぽい模様があった気がする。黄色っぽさもあっただろうか。鎌首を少し上げた時にちらりと見えた喉は白かった。何より記憶に鮮やかなのは黒い丸い目だ。こっちに来たらどうしよう、噛まれたらどうしよう。怖くて蛇の様子を伺いながら、そろり、そろりと離れる間、蛇は顔を少し持ち上げ、ずっとじっと私を見ていた。丸い丸い黒い瞳。小蛇のくせになんという存在感だろう。そして荒れ地から一歩出たと思った頃、よそ見かまばたきかをした瞬間に、蛇は忽然と姿を消した。本当に、消えたのだ。あたりにはまばらな草は生えていても、姿を隠せそうな場所はなかったはずだ。地面の色に紛れていたとしたら、ついさっきまではっきりと見えていたことが不自然。当時の私は、また蛇がどこかから来るのではないかと。不安に駆られて、しばらくは視線だけで蛇を探した。どれだけの間そうしていたのだろう。なんだか長時間だった気がするのに、いとこたちの話によれば、どうも一瞬のことだったらしい。さっきまで地面にしゃがみ込んで、石拾いをしていた私が、ぼーっと立っているから、ふざけてぶつかりながら、声をかけたという。そんなはずはないと思うのに、年上のいとこの証言は変わらない。それからしばらくの間、私は外を歩くたびに蛇がいるんじゃないかと思い、草むらに近づくのが怖かった。私の話を聞いた祖母は、ここに入ってはいけない、と言いに出てきたのかもしれない。水神さんの使いだな、と言った。水神さんの罰が当たると脅かされ、二度と近づかないようにとも、お社に触ってはいないと言い訳をしたけれど、そもそも近づくなと叱られてしまった。
そんな場所なら、周囲に柵でも立てておいてくれればいいのに、開けっぱなしだなんて逆に怖いじゃないか、と幼い私は憤った。そもそも車を止めたあたりは道際の草丈が高く、見晴らしのいい荒れ地なんて、すぐには目につかないのも怖い。あの時はあんなにはっきりと、開けた場所があるなぁと思ったはずなのに。ついでにその場にいたはずのいとこたちは誰一人、私がそんな場所に入っていったことなど知らない、と言い張ったのも地味に怖かった。すぐ近くにいたのにそんなことある？結構な悲鳴を上げたはずなのに、それにも気づかなかったというのはなぜ？考えてみると、いとこたちに声をかけられるまでの時間は、やけに静かだった気がした。子供同士だから、きっとキャッキャと騒いでいたはずなのに、不思議なことだ。どうにも納得がいかず、この件は忘れられない出来事として、私の中にくすぶった。5年、10年、さらに数年、頭の片隅に、あの蛇の黒くつやめく丸い目を残したままで、時は過ぎていった。ただ蛇を見たよ、というだけの話なのになぜ、と自分でも思うが、30年以上経つ今現在ですら、どうしても時々思い出す。なんなら、たまにあの場所らしきものを夢に見るくらい、夢の中では決して近寄ってはいかないから、遠目にも蛇の姿は一度も見ていないけれど、あの時の記憶をたどると今でも、ジーンと虫の声のようなものが、聞こえていたような気がしてくる。でも、春先だったから、きっとまだ鳴く虫がいる時期ではないのだ。この地域の春は寒くて、ハムシたちも静かなものだから、鳥などの声だったのか耳鳴りだったのか、それとも単に記憶違いなのか、今となってはもうわかりようがないことだけれど、大人になった私は、ある日、趣味にまつわる資料が欲しくて、自分が住む地域の民話を調べていた。そして、例の水神さんが、人を子、した妖刀を沈めた池、を埋め立てた跡地、だと伝わっていることを知ったのだ。その逸話には、大量の蛇、が登場することも、人が手に取らずとも勝手に抜け出して人を斬る、そんな恐ろしい刀の伝説、神様が預かってくれるとのお告げに従い、祈りと共に池に放ったら、水面がいっぱいの小蛇に変わって、刀を連れて行ったという。ありがたい話だ。素晴らしい聖地だ。きっとこの神様は人々を憐れむ、とても優しい神様だ。でも、実は私の地元は北海道。これはアイヌの伝承なのだ。私は本州から移住した開拓民の子孫である。熊だらけの湿地だなんて、文句を言いながら大地を開き、畑や田んぼを作った人々がほんの数代前の祖先。急激に変わりゆく地域を、眺めたかもしれない水神さん。アイヌから祈りを捧げられてきた、水と蛇の神様から見た私は、一体何者なのだろう？水神さんの祠は現在も存在する。だが、名前とは裏腹に、周囲に水の気配は一切ない。かつては沼だったと聞いていたが、もっともっと昔は違ったようで、伝承を読むとどうも澄んだ水の池があったらしい。祖父母が若い頃までは底なし沼として知られ、母が生まれる前には埋め立てられ、荒れ地に変わり、今は草ぼうぼうの藪の中、入ってはいけない、と言われたのかもしれない。入っておいで、と言われていたのかもしれない。私が中学生だった頃の話です。ある夏の日、学校で友達の家に、肝試しに行かないか、と誘われました。私は特に断る理由もなく、面白そうだったので行ってみることにしました。放課後、部活も終え、家に帰って私服に着替えた後、私はその目的地に行きました。その場所は、町外れにある墓地のそばの森林でした。なかなか嫌な場所だな。そう思っていましたが、後で思うと、この時の私はなんて軽率だったのかと感じます。墓地には A と、彼に誘われた B と C がすでに来ていました。私はそのメンバーを見て、来なきゃよかった、と思いました。私は A と C とは付き合いも長く、日頃から慣れ親しんでいるので、問題はなかったのですが、B は違いました。過去に一度、私は B に、とても嫌な思いをさせられたことがあるのです。それ以来、私は B を避けていました。A と C は、当然私が B を嫌って避けていることは知っていた。なぜ B を誘ったのかをこっそり A に聞くと、本人がどうしても行きたい、としつこかったから仕方なく誘った。とのことでした。来てしまったものに、今更文句を言ってもどうしようもないので、私は前向きに考えることにしました。私たちは墓地を歩き、目的地である森林に着きました。辺りはもう真っ暗です。それぞれ用意してきた懐中電灯をつけ、A を先頭に私たちは森林の中を歩き始めました。虫の鳴き声が、四方八方から絶え間なく聞こえていました。このくらい深い森で、しかも夏だからなおさらのことです。時折腕に止まる蚊を払い、ザ、ザ、と草を踏みつける音と、虫の音を聞きながら私たちは無言で歩いていた。なんか気味が悪い。
早く帰りたい。そう思っていた時、隣で歩いていた B が突然、足を止めて A の方を見ました。どうした ?A が聞くと、B は頭を少し振って、なんでもない、とだけ言った。なんだよ、驚かせやがって。A はそう言って再び歩き出しましたが、その時 B がものすごい形相で A を睨んでいたのを、私は見逃さなかった。A は B と話をしながら先頭を進み、私は C と話をしながら歩いていました。それからしばらく歩き、だいぶ森の奥までやってきたかと思った頃です。C が私に小声で言いました。B のやつ、おかしくねえ?私は聞き返した。おかしいって、何が?あいつ、さっきからずっと口をパクパクしてんぞ。彼を見ると、B は確かに口を動かしている。が、何か声を出して喋っているわけではなく、いわゆる、口パク、みたいなことをしていた。なんでそれを今、こんな森の中でやっているのかはわからないが、やっぱりあいつ異常だ。私が言うと、C は辺りを見回して。あれ?A は?と言った。言われてみると A がいない。さっきまで B と先頭を歩いていたはずなのに、きっと先に行ってしまったんだろうと思い、私たちは歩くペースを早めた。すると、B がなかなかついてこない。歩いてはいるのだが、全然私たちのペースに合っていなかった。私たちは気にせず、そのまま歩き続けた。もう一度後ろを振り返ると、B は見えなくなっていた。いい加減 A に追いついても、おかしくないくらいのペースで歩いているのに、A の姿は見当たらない。まさか迷ったのか?背筋に嫌な汗が流れる。ずっとまっすぐに歩いていたつもりだが、周りの暗さもあり、もしかすると出口とは、全然違う方向に進んでいたのかもしれない。後で知ったことですが、この森はかなり広く、下手に迷うと、そのまま遭難してしまう可能性も、十分にあるほどだったそうです。私は先ほど、B が A と何やら話をしていたのを思い出した。B は A がどこに行ったのか、知っているのではないかと思い、B のところに引き返すことにした。しかし、戻ってみると今度は B が見つからない。いよいよ私たちは怖くなってきた。たった少しの間に、二人も消えてしまった。もしかすると A と B はこっそり計画して、どこかに隠れて、二人で私たちを脅かそうとしているのかも。でなければ、先に帰ってしまった可能性だってある。できるだけプラス思考に考えて、最悪の事態を想像しないようにしていた。仕方なく、私と C は森の出口を目指して歩くことにした。その間も周りを懐中電灯で照らし、A と B を探しながら歩いていたが、結局二人とも見つかることなく、私と C は森から出てしまった。やっと薄気味悪い森を出て、私は内心ほっとしていたが、夜の暗闇の中でそびえ立つ不気味な森を見て、この中にまだ A と B がいるのかと思うと、恐ろしくなった。私は C と相談し、このまま森に探しに行っても視界も悪く、また迷ってしまうかもしれないし、必ずしも二人が森の中にいるとは限らないと思い、それぞれ家に帰ることにした。家に帰ってしばらく経った後、私は A の家に電話をしてみました。すると A の親が出て、A はまだ帰ってきていないと言った。B の家に電話するのはためらわれたので、C に頼んで電話してもらった。やはり B も家に戻ってはいないそうだ。大変なことになったと、私はこの時点でようやく認識しました。警察に連絡し、墓地の近くの森林で肝試しをして、友人と森の中ではぐれて、見失ってしまったことを説明し、森や墓地の付近を、捜索してもらうことになりました。しかし、警察の必死の捜索にもかかわらず、A と B は見つかりませんでした。それから2ヶ月ほど経った頃、例の森で A の死体が見つかりました。発見したのは地元の人で、死体の状態はかなりひどかったらしい。警察によると、最低でも4、5、6週間は経過していて、だいぶ腐敗が進んでいたが、目立った外傷はなく、解剖した結果では、何の異常も見つからなかったとのことだった。結局、A の死因は遭難による事故死とされました。しかし B の方はそれからも見つかることはなく、私は月日が経過するにつれ、事件のことを忘れていきました。それから5年が経ち、大学生になったある日、私は地元の本屋で偶然 C と再会しました。懐かしさのあまり、しばらく互いの近況などを話し合ったりしましたが、話に一段落がついた時、彼は少し深刻な表情をして黙り込みました。そして彼の口から信じられない話を聞きました。なんと行方不明になっていた B が、去年見つかったというのです。それも、あの忌まわしい出来事があった、森林の近くにある墓地で、さらに驚くことに、彼は今、県内のとある精神病院に、入れられているとのことでした。私は B を一目見てみたいと思いましたが、C から話の続きを聞いてその気は完全に失せました。B を発見したのは、あの墓地へ、お参りにやってきた人たちだったそうですが、なんと B はそこで墓荒らしをしていたというのです。
スコップを手に持って、一心不乱に土を掘り、A の名前を大声で何度も叫び続けていたそうです。掘り荒らされた墓は20以上にも及び、中には叩き壊された墓石もあり、元の状態に戻すのは困難を極めたとのことでした。しかし、そんなことが本当にあるのだろうか。何年もの間、行方不明になり、誰にも知られず、突然現れた場所があの墓地だなんて。B は墓荒らしをする前までは、一体どこで何をしていたのだろうか？そもそも、なぜ墓荒らしなんてことを？あれこれ考えていたが、C は私にゆっくりと語り始めた。俺な、去年一度 B に会いに行ったんだ。精神病院にな。警察はあの事件以来 B のことを疑っていたし、俺だってもしかすると、あいつが A をやったのかもしれないって思った。それで B の親友ということで、特別に会わせてもらったんだ。そして B に聞いた。お前が A をこう、したのか？今まで捕まるのが怖くて、どこかに隠れていたのか。ってな、B は言った。逆だ、A が俺をこう、そうとしたんだ。あの時森を出ていなかったら、お前らも俺もみんな A にこう、されていたんだよ。と、まともに話したのはこれだけ。あとは全部悲鳴とか、わめき声ばかりだった。私はただうつむくしかなかった。そしてその後、B は精神病院を出てから、例の森で自、図をしました。私はこれを聞いた時は驚愕しましたが、もうこれ以上は関わるまいと心に誓いました。後悔は十分にしました。軽い気持ちで森に入ってしまったこと、A や B を見失ってしまったこと。その結果、私たちだけが助かってしまったこと。A は森へ残された恨みで、私たちをこう、そうとしていたのか。すべては B の狂気によるものなのか。あるいは、別の、何か、の仕業だったのか。私は今でもわからないままでいる。俺が小学生の頃の話だ。その時、俺は家族で岐阜県愛市にある、母方のばあちゃんの家に泊まりに行ってた。ばあちゃん家に行くと、俺と二つ上の兄は、よくおじが飼っている、猟犬のダルメシアンを借りて、山を探検していた。ダルメシアンの名前は虎徹。虎徹の首輪には発信機がついてたから、うちの両親も虎徹が一緒なら大丈夫だろう、という感じで俺たちを自由に遊ばせてくれていた。そんな俺たちが、絶対に近づくなと言われている場所があった。ばあちゃん家から、1、2キロぐらい離れていたところにある家だ。その家はボロボロの平屋で、とても人が住んでいるようには見えなかった。でも、人は住んでいた。漢字が合ってるかはわからないが、名前を喜一という、70歳くらいのある中のじじいと、その奥さんである老婆。老婆は、たまにばあちゃん家に逃げてくることがあった。酔った喜一が暴力を振るうみたいで、確かに老婆の目の上が、大きく腫れ上がっていたのを覚えている。それを、怒鳴り声を上げながら、なたを持った喜一が探しに来たことがあった。ばあちゃんは、知らない、と軽く流して老婆をかくまっていた。そういったことがあったから俺たちは子供心に、あの喜一というじじいが危ない人間であること。だから親や親戚は近づくなと言ってるんだ、ということを理解はしていた。それでも、俺たちはその言いつけを守っていなかった。理由は喜一が2頭のヤギを飼っていたからだ。小学生にとってヤギという生き物が、どれほど興味をそそるかは言うに及ばないだろう。髪を食べさせてみたり、ばあちゃん家の畑から、適当に食べそうな野菜を持って行って、木でできた格子越しに、ヤギに与えたりした。ヤギの売りは庭にあって、喜一の家から20メートルぐらい離れていた。物陰に隠れながら、こっそりヤギと触れ合う。喜一に見つかるかもしれない、というスリルでまた楽しさが増した。そしてその秋、俺たちにとって一生のトラウマとなる事件が起こった。また今回も、ヤギのところに行くぞ。と兄が言い、俺も賛同した。両親や親戚には、裏山に行くといい、虎徹を連れて家を出た。家を出て坂を下り、一度平坦な道に出てしばらく歩いた先で、まただんだん畑の脇道を登る。秋でトンボが多くて、道の途中で振り返ると、黄金色の水田が段になって続いていて、美しい風景が広がっていた。突然、虎徹が吠え出し、ものすごい力でリードを振り払って駆け出した。やばい。道のまっすぐ先は喜一の家だ。俺たちは焦って、猛ダッシュで虎徹を追いかけた。息を切らしながら、俺たちは喜一の家の手前まで来た。すぐ先で虎徹が、けたたましい鳴き声で吠えている。虎徹が吠えている先のものを目にしたとき、俺たちは戦慄した。真っ赤な血に溢れた金だらい。その横にヤギの頭が転がっていた。おじも亡くなった祖父も漁師だったので、俺たちはそれを見て喜一が何をしたのか理解した。喜一はヤギを食ったんだ。でも今はそれどころじゃない。早く逃げないとやばい。虎徹が吠えているので、喜一が出てくるのも時間の問題だと思った。兄がリードをつかみ、しっかりと手に巻きつけて、俺たちは一目散に坂を駆け下りた。
少し離れたところで、キイチが追いかけてきていないことを確認すると、兄が言った。ヤギの頭、一つだけだったよな。確かに、転がっていた頭は一つだけだった。うん？もう一匹は逃げたのかな。助けに行こう。兄がなぜそういう考えに行き着いて、そしてなぜ自分がそれを了承したのかも、今となっては思い出せないが、あわよくばヤギをもらってしまおうという考えがあったのかもしれない。キイチの家とばあちゃんの家の間にある、隠居さんのところにコテツを預けて、俺たちはまたキイチの家の坂を登り出した。夕暮れで、日はすでに落ちかけていた。キイチの家にたどり着くと、さっきの頭と金だらいが消えていた。それでも、まだ乾いていない血の跡が地面を濡らしていた。俺たちは気づかれないように周囲に注意しながら、キイチの家の裏に回った。最初に来た時にすれ違わなかったから、ヤギはきっと、逃げたなら裏山に入るはず。そう考えたからだ。迷っても南に行けば、ばあちゃん家の裏山に繋がるはず。傾斜の方向の左手に行けばなんとかなるだろう、と適当なことを考えながら、俺たちも山に入った。山に入るとすぐ、きちんと舗装された道に出た。ばあちゃん家の方にはこんな道ないよね？と新たな発見に興奮しながら、俺たちはその道をたどった。不意に、兄が小声で、隠れろ。と俺の体を掴んで、道の脇の木の陰に潜ませた。キイチだ。道のだいぶ先を、こちらに背を向けてキイチが歩いていた。何やら叫んでいるようだったが、何を言っているのかはわからなかった。ここに来て、俺は急に怖くなった。もうあたりは薄暗く、さらに知らない道だ。何よりも、あんなに可愛かったヤギを食ったキイチが、とても怖かった。キイチは狂ってる。真っ赤な顔。戦時中の軍人がかけていたような丸眼鏡。常に緩んで、よだれが垂れかけている口元。お兄ちゃん、もう帰ろう？後でバカにされると思いながらも、必死で訴えた。じゃあ帰れば？俺はあいつを尾行する。本当に一人でも帰りたかったが、兄を一人で行かせるわけにもいかず、俺は半泣きになりながらも、兄とキイチの後を追った。道を進んだ先に、上に有刺鉄線のついたフェンスと、開きっぱなしの南京錠のついた、金網のドアがあった。どうやらキイチはこの先に進んだらしい。兄が先行して、俺はそれについて行った。坂を上がると開けた土地に出た。本当に驚いた。そこには少し大きい古い木造の建物があった。それを見つけた時点で、もう、どうしようもなかった。怖くて、兄の手を掴んで、必死で元来た道へと駆け出そうと振り返った。その時、建物のある背後から、怒鳴り声が聞こえた。あ、こ、しめやわ。こ、しの部分は、確かに聞き取れたので覚えている。振り返ると、キイチが薄暗い影の中から追いかけてきていた。俺たちは、無我夢中で来た道を走った。キイチは年寄りだったから、早く走れなかったのだろう。声と気配はすぐに消えた。さっきのフェンスのところを通り過ぎた時、兄が立ち止まってドアを閉め、南京錠で鍵をした。キイチがそこから出るには、かなり回り込んで、フェンスの途切れるところまで行くか。鍵を持っていればそれを使って、金網の隙間から錠を開けなければならない。いずれにせよ時間稼ぎにはなっただろう。俺たちはそのまま山を降り、キイチの家の庭を突っ切ってきた道を戻った。もうあたりは真っ暗だったが、途中で隠居さんの家に寄り、そこで電話を借りて、足をひねったということにして、両親に車で迎えに来てもらった。両親は帰りが遅くなったことについて、特に何も言わなかったが、俺たちもキイチのところに行ったことと、ヤギのことは黙っていようと口裏を合わせていた。ただ、あの建物のことはどうしても気になっていた。次の日、キイチが死んでいるのが見つかった。よって道路で寝ていたところを、早朝に石切り場に向かっていた、大型トラックに轢かれたということだった。あんなことのあった次の日に、キイチが死んだということで、俺たちは怖くなった。そして、ことの顛末をばあちゃんに話した。叱られると思ったが、ばあちゃんは悲しそうな顔をしていろいろ教えてくれた。キイチがヤギを食うのは昔からで、金がなくなると一頭ずつ食っていた。昔はたくさんいたが、前にいた二頭がもう最後だった。その二頭には、出て行った娘二人の名前をつけて可愛がっていた。あの建物は、昔の分校の校舎。母の十歳上の姉の代に廃校となったが、取り壊す理由もなく、そのままになっていた。キイチはその土地と建物の管理者だった。分校が廃校になって、そこをキイチが出入りするようになってから、彼がおかしくなった。昔は温厚で誠実な人柄だったらしい。あの建物に何があるかはわからないが、もう二度と近づきたくないと思った。というより、あれ以来、俺も兄もばあちゃん家には行っていない。そして先日、キイチの奥さんである老婆が、数年前に亡くなっていたことを聞いた。亡くなった場所がどうやらあの廃校とのこと。
あの場所の管理を彼女が引き継いだのだろうが、管理とは一体何をしていたのか。秋の夜の匂いを感じると、今でも鮮明にあの時のことを思い出す。霊感がない俺には、何も感じることができなかったが、きっとあの建物には何かがあるんだろう。あの校舎は今でも、あの場所に立ち続けているのだろうか。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。